ある春の日暮れです。唐の都、洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は年春といって、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くしてその日の暮らしにも困るくらい哀れな身分になっているのです。何しろその頃、洛陽といえば天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだひっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった紗の帽子やトルコの女の金の耳輪や白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし年春は相変わらず門の壁に身を持たせて、ぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がましかもしれない。年春は一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと年春の顔を見ながら、お前は何を考えているのだと横柄に言葉をかけました。私ですか、私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから、年春はさすがに目を伏せて思わず正直な答えをしました。そうか、それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を差しながら、では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立ってお前の影が血に移ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですか。年春は驚いて伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上にはもう気の早いコウモリが2、3匹ひらひら舞っていました。